ボサ感が残ってるけど許してください。ボサコンって言わないでこんばんは。こんばんは。お菓子ありがとう。おにわ、こんばんは。ライブ最高でした。ありがとう。嬉しいね。頑張りました。耳ヒールでね、あんま披露できるってこと。うん、本当になんかあの青空やってる時マジで嬉しかった。ね、わかる。なんか。じゃんじゃんって、うん、絵になるじゃん、ね、イントロみんな笑顔だった。もうめっちゃ嬉しかった、うん、楽しかった。なんかしかもね、なんていうの、自分たちで選べたよね。そう、なんか割なんか、うん、あの決まってたけど別になんか何でもいいよみたいな、そうそう、何でもいいよっていうか意見も取り入れて、そう聞いてくださったから、そうそうそう、これとこれとみたいな、結構候補あって割と、うん、めっちゃあったの、うん、で、あ、一個青空になった、ね、もしかしたら披露できるかもしれないし、また候補あったやつが、うん、いつかね、うん、結構ミミフィーユってリアたちの意見がね、うん、名前、ミミフィーユの名前もそうだし、うん、ロゴもそうだし、そうだね、結構自分たちで作ってるユニットみたいなところがあって、まあなんか MV のコンセプトとかは大人の方だけど、うん、なんかいるとこは、うん、割と決めさせて、決めさせてもらってる方なのかちょっと分かんない、詳しくは分かんない、うん、もう今までが分かんないけど、分かんないけどね、そう、個人的にはそう思う。マネージャーさんが優しくて、うん、楽しかった。野球ありがとう。お菓子ありがとう。みんな X の動画見てくれた？ X の動画？くるみがあの握手会体験に行ってるやつ。ああ。まあいろんなコメントが飛び交ってましたが。まあまあ、まあ、私はあのあれが普通だと思ってやったんで、うん、あの私が悪いとは言わないでいただきたい。言わないでください。けどあの逆走だったのは知らなかった逆走やばい私知らなくて、まあね、初心者なんでね、うん、私、うん、初心者というか、まあ、まあまあまあ何でもいいです、あの見てください、よろしくお願いします。あとね、そう、あれはくるみじゃないんですよ。え、あれはくるみじゃない、あの一人の SKE のファンの人だから。あ、そうですね、うん、まるもとくるみ同姓同名だけど、そう、同姓同名だけど私ではない、ちょっとね、うん、まあ、裏話すると、あの、まあ、ファンになるの簡単になりきるためにあのパーカー着ました、上からね、黒、そうなんだ、衣装さんに借りたパーカーを着て挑みました。すごいね、はい、であったんだ、凝ってます、手が凝ってるね、はい、なのであのいいねって言ってください、よろしくお願いします。いいねいいねってよろしくお願いします。あとね、 TikTok 見てください。そう、 TikTokクリーナー TikTok、 チーム S の TikTok とチーム E の TikTok に上がってます。 S はハロウィンしてます、ハロウィンしてます、慌てんぼうハロウィンしてます、はい、まあ、コスプレもねしてるし、はい、天使のコスプレ、はい、天使のコスプレしながら慌てんぼうハロウィンになってます。はい、そしてチーム E は心拍数、心拍数しちゃってます、踊ってます、はい、軽くね、軽く踊ってます。 TikTok バージョン振り付け踊ってます、うん、ぜひね、皆さんも踊ってほしいなと思います。みんな可愛いねってコメントください、よろしくお願いします。風船飛んでる、ありがとう。なんかお祝いされたの？あ、なんかあのシューっていう風船、うん、何それ、おたまじゃくしみたいなやつ。あ、そう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 、あ、明日行くよ、ありがとう。引っ越しかけ中、そしです。うん、MC もね、頑張ってましたよね。MC ね、楽しかった、うん、みゆさんが、あの、なんかでも司会 MC の言い切れなかった、やりたいことが多すぎて。うん、あと何言いたかったの？あとね、なんかもういっぱいあるんだけど、ツアーしたい、うん、あー、わかる、ツアーしたいよね、うん、全国ツアーとか
したい、うん、でもなんかまだ全然始まったばっかじゃないから、ん、始まったばっかだから、うん、わかんないけど全然、うんうんうん、でも楽しみいっぱいだなって思いますね。ねえ、私は本当にあのずっともうなんか別に耳だからとかじゃなく、うん、あんま10期で初めにも出させてもらってたから余計なんだけど、野外フェスが好きすぎて、わかる、だからあのアイドルフェスとか野外フェスとか野外イベントとかにあの本当に出たいです。野外出たい、夏のね野外イベント2回ぐらい3回ぐらい出たことあるのかな、やだちって。11期では名古屋ガールズ2回とサマステだよね。うん、サマステマジで楽しかったけど、うん、あの何が起こってるか分からなかった。え、分かる、緊張して、なんかもうそうだって入って半年とかだったから、うん、マジで何が起こってるか分かんない分かんなかった。嬉しい、サマステ行きました、ありがとう。そう、11期ね、サマステで楽しかったよね。まだ、ありがとう。他の候補曲はね、なんか衣装に合うやつとか、なんて言うんだろうな、結構何、元気で爽やか系な曲が候補にはありましたね。まあ、いつか披露するかもしれないので、その時に、あ、これだったんだって思ってください。バラありがとう。レイズボールありがとう。イントロ流れた時に思わず。CBC 楽しかった、マジで楽しかった。湧くのかな、青空かと思う。マジで楽しかった。ありがとう。ただなんかめっちゃ暑かったから。暑そう、夏だと。ね、あ、夏はやっぱ暑い。うんうん、ダムジャクシーありがとう、お疲れ様でした、お疲れ、え、ありがとう、パフォーマンス頑張りました。え、なんかかぼちゃ、え、うん、え、どうしたの、タワーくれたありがとう、え、おめでたわ。私バーガー食べてる時にごめんなさいね、バーガーなんて食べててびっくりした、ありがとう。いや暑かったね、でも今日ぐらいがちょうど、まあ、確かにかぼちゃの雲、なんかまあ朝は涼しかったし、さっきも肌寒かった、肌寒かったけど、まあ、なんか着ればって感じだよね。何も買うものないんですけど、言わせていただきますね、口頭で。お化けありがとう、ミニチョッパありがとう。これからもね、衣装かわいい、なんか今日めっちゃ褒めてもらった衣装、お庭に仮装してください、ありがとう、よろしくお願いします。でグループトークも、あとまとめ出し、まとめ出しが初めてだったのだから、ね、そうだからあの普通にトーク会の最後の方に3枚、うん、な、わかんないけど、その前何枚か出すんだろうのがまとめ出しなんだろうなと思ってたの。じゃあなんかああいう感じで、え、わかる、知らなくて本当にまとめ出しを、まとめ出しってこれなんだって思って初めて経験しました。ね、わかる。初まとめ出し、初グループ握手でした。え、グループ、あ、そっか、握手を初めて、そう、グループトークしかしてない。え、でもなんかさ、グループなくなっちゃったじゃん、なんかね、グループトークね、なんか最初の方あったよね。うん、あれめっちゃ好きだからさ、もっとやりたいな。ね、グループ握手めっちゃ楽しかった。ね、楽しかった、うん、めっちゃ初めましての方が多かったから、うん、ね、楽し、なんか新鮮で楽しかった。そう、毎回、ほぼ毎回はじめまして、うん、初めましてって言ってた。ね、楽しかった、なんかいろんな、あ、この人見たことあるけど初めましてなんだとかいう人多くて、謎が明らかになりました明日いっぱいもある、ありがとう。東京でラーメンだっていいな、あの、いいな、まあ、カジケン今日やってないんでね。日やってないのか。そうなんですよ。それは残念だ。お菓子ありがとう。ね、逆再生の難かったね。あの音源のやつ。難かったけど2回目聞いて分かった私。分かったの。うん、マンゴー、あ、マンゴーかと思って。すごー。
何も分かんなかったえマジであのなんだっけあのなんだっけあのドラムのやつ、アミさんが言ってたやつ、あときめきの以外だけ分かんなかった。あえマジで分かんなかったか。パンチラインは分かったじゃん。えもうときめきのやつと最後の逆再生が分かんない。逆再生は2回目で分かった。1回目はマジで分からんかった、ニューエイジャーは言いたかった。ニューエイジャーね、ニューエイジャーは分かった。さすがにでもさ、なんかわってなるけどさ、手あげるの忘れちゃって毎回。えそう、なんかえなんか一瞬考えちゃうの。えそう、分かる分かる、間違ったら決まってじゃん。あーみたいな、うん、だからあ分かったけど、手あげる、分かる分かる分かる、ときめき分かんないよね。てかなんかまあ題名ちょっとタイトルは聞いたことあったけどみたいな、うん、なんか曲はちゃんと分かんない。聞いたら分かるかもしれないけどあんま分かんないね。うん、ありがとう。チーム A にもリーナ乗ってる。そうですよ、でチーム S にもあの私が乗ってる乗ってます。掛け持ちしてる。今日はポニーテール、明日は何をしようかな。TikTok 見てコメントしておいて、ありがとう、嬉しい、ありがとう。いいな、生プリン食べたんだって、いいな。私もさっきプリン食べたよ、ね、食べてた。お菓子ありがとう。コウモリありがとう。だるまありがとう。なんかポニーテールしてたら前髪が短かったらしくて、うん、あんずちゃんに前髪切ったって言われたんですけど、あの今日前髪切ってなかったんですよ気まずいやつね。そうなんです、まあ、気まずいっていうか、まあ、切ってなかったんですね、うん、なんかだんだん、前髪伸びてきたらしくて、うん、伸びてきた、ね、伸びてきてたんだよね。今この長さだからこれが通常なんですけど、引っ張られてたらしい。やばくない？みんな明日の髪予想してみて、うん、まあ、これ見たいでもいいよ。一旦ちょっと参考程度に聞かせて。台湾って何？他のグループの人と一緒にやる。あーなるほどね。台湾したいな。すごなんかいろんなとこ吸収できそう。ハトありがとう、バケありがとう。なんか結構みんな偏ってるね。何が？明日の髪の毛のこれは予想なのか願望なのか分かんないけど、うん、あ願望ですか？多分大体願望だよ嬉しい願望だな。これはこれは何系が多い？ツイン。うん、めっちゃ多い。私ツインのイメージある？何のイメージある？私もうおろし。そんなおろししてる？嘘、結構おろしてるイメージ。嘘、最近ポニーテールのイメージもついてきたらしいです。かわいさんありがとう。全国握手会方式慣れなくて疲れなかった。なんかワクワクしてました。まあツインテールのイメージは少ないか。うん。鉄なでよくやってる。楽しんだめっちゃ。わかる、イメージあるめっちゃ。鉄なでツインテールめっちゃやってる。うん。ツインテール好きだから、うん、手つなでめっちゃやってる今 SK 公式 TikTok に上がってた耳ひげの TikTok。 何それ、え知らないんだけど。 MV の時撮ったっけ？撮ってない。
なんだろうか。楽しみ、後で見ます。ありがとう。くるみの目、頑張れ。ありがとう。やばい、スマホ映ってる。全学方式とまとめ出し方式両方いく。ありがとう、待ってます。あたりがとう。グループトーク、推し以外とお話しする気持ちで言ってた。推しとは個別でお話できるから。え、それ浮気ですよ。それは浮気ですよ。なんかさ、もうさ、バッてさ、グループトークの連があるからさ、うん、あの、わかるよね。うん、あ、いるって。わかる、すぐわかりますよ。グッジョブ、ありがとう。明日に券取っておくことにした。あ、本当、ありがとう。なんでみんなそんなに高トーク好きなんですか。あと、ありがとう。ありがとう、どんな髪型でも可愛いよ。ありがとう。そう、順序がね、髪の毛振り回す振りあるの、ぐるんって、うんね、一回だけね。だからポニーテールをするとね、めっちゃ綺麗に回るの、うん、引っかかることなく。確かに。そう、私の目今日はなんかいつもと顔が違って、ん、もうずっと言ってた私、うん、本当に顔が違った。なんかずっと言ってたけど何も思わなかった。そう、リーナちゃんにずっと言ってたの私が、うん、何が足りないって。何も違わないの。絶対違った。今日はもうね、何もかもが違ったの、うん、そういう時ってあるじゃん、多分自分にしか分かんない何かが違う時。ないないか。ちょっとわかるかも。わかる？なんか違うかったの。自分が一番わかってるからね。複数メンバーで待ってて自分目当てで来てくれると嬉しい。まあ嬉しいよね、それは。いや、くるみはくるみなんだけど。お酒のつみやおつまみが竜田揚げと餃子と。結局答えは分かんなかった。確かに。なんでか分かんなかった。ただもう何したらいいかもわからなかった。だからちょっとあのマスカラ足してみたりとかしたけど、もう何が違うかわからなくて諦めた。諦めないようには頑張ったんだけど、だからもうだんだんその顔にも見慣れてきて、あ、そんな変わんないかなみたいななってきて終わりました。え、嬉しい、ありがとうございました。またしましょう。つけまはつけてないですね。自まつげです。16周年この時のくるちゃんサイドポニーが可愛かったとお伝えください。あら、ありがとうございます。サイドポニー、どうもどうも。やっぱストレート多いってみんな言ってるよ。なんてストレートおろし。ミミビーの MV がストレートだからかな。うん、でもそれはあると思う。なんか MV の印象が、え、あるよね。やっぱユリアはなんかサイドポニーの印象すごい気になるかもしれないけどね、意外とやってない実は。そう、私もサイドポニーだと思ってた、リーナちゃんは。うん、やっぱね、MV の印象が強いのかもね。大事だなって思う。怪獣、うん、リーナのカード初ゲット、おー、おめでとう、ありがとう。ユミヒユ6人で映ってたよ、最後にサクちゃん登場。あ、これさくら登場してたの？写真載ったのかな？写真？静止画？もしかしてだけど。もしかしてだけど、本当に？静止画で載ってたのかな？じゃあ見覚えある。うん、あ、わかった。振り向き？え？え、あれね、さくら振り向いてるやつ送ったってこと？え、わかんないわかんない。え、さっくんも動画だって。え？え、何？いつ撮ったんだろう。え、何の動画？あれかな、こういうこと？いや、え、これじゃないの？違うんじゃない？違うんだ。え、何？東京涼しい。え、なんかめっちゃ涼しい。うん、結構涼しい。三つ編み率高い。リーナ？リーナの三つ編み3回目ぐらい。パフェ？え、何？
何？え、マジで何なんだろう。見たいな。平和だ、平和でしょ。テリヤキバーガー好き。え、テリヤキバーガーめっちゃ好きなの。お化け、ありがとう。アミタラシが最強。え、嬉しい。うん、リーナちゃんマジアミタラシ美味しい。おお、可愛い。メンバーキョッピーとかさ、あのとかもめっちゃなんかアミタラシめっちゃいいって言ってくれる。うん、主役は君のところでサックがインサートされてたって。あ、これだ。え、どういうこと。え、こうやってたの。朝からわかんない。インサート追加されてたってことでしょ。え、みんな見て、嬉しいのあれ。ずっとやりたかったの。よかったね。ずっとやりたかったんですよ。よかったね。パフェカレンタンポーズやらせていただきました。あ、どうもどうも、すいません。あの、こうやってねやらせていただきました。見てください。これ絶対に見て、お願いします。今日もニコ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 でした。え、いいな、ニコニコ。東京タワーナウだ、ナウだって。東京タワーって登れるの？え、登れないと思ったの？スカイツリーは登れるけど東京タワーって登れないと思った。え、登れるよ。あ、そうなんだ。へえー、すごくない？階段？え、なんか階段で上まで行くの行ったことないけど、リーナすごっ、うん、足疲れそう。あ、エレベーター、あ、さすがにね、さすがにエレベーターだよね。途中まで階段じゃなかったっけ、あれ。鉄骨のイメージ、鉄骨のイメージです。あれ。階段は死ぬ。そうだよね、階段はね、あれだよね。そう、スカイツリーは登れるのは知ってるけど、東京タワーも登れるんだ。行ってみたいなね。うん、なんか初めて1回だけ東京スカイツリー登ったことあって、うん、なんか近くまで行くとさ、もうこんなんじゃん。行ったことある？うん、いや、うん、高すぎて、うん、倒れてきそうで怖くて、怖かった。うん、ん、階段チャレンジもあるって。やっぱりやばいって。絶対もうやめといて、みんな。わ、もうちょっと、もう絶対ダメ。本当に登山得意な人しかダメ。山じゃないけどね。そっか。え、いいな。さ、大阪の梅田ビルでもめちゃくちゃ高いと思った。梅田ビルって何？なんか梅田にビルがあるんだけど、大阪の梅田ビルってどこだろう。600段だって。600ってどんなぐらいなんだろうね。マジで足が震えたらって。え、怖そう。絶対な階段。梅田の駅のビル、駅ビルのことじゃない？あ、スカイタワーかな。梅田スカイタワー。梅田スカイタワーってどこ？梅田スカイビル、梅田スカイビルってどこだっけ？スカイビルだっけ。あ、はい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 、屋上あるとこね。あ、そうそうそう。 あそこでもめっちゃ高いと思ったけど、多分それ以上に高いよね。それ階段で登るの結構勇者じゃない？空中庭園。ああ、はい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 、はい、あ、そう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 。鍵あるとこね。コウモリありがとう。それ確かに鉄骨ですが、だって。まあそうだよね。うん、めっちゃ鉄骨だと思ってた。鉄骨で夜が光ってると思ってた。あ、そういうこと？うん、まあ鉄骨なんだけど。見るものだと思ってた、うん、で、あの雷がそこに来るんだと思ってた。え、行くんじゃない？だからそれのためのものだと思ってた。あー、登るとかじゃなくて。え、なんか何個かあるよね、東京スカイツリー。あ、そうなんだ。東京タワー。え、東京タワー、なんかめっちゃ何個がない？あれ、そう、それだと思ってました。うん、あと4分だって。早いね、30分。やば。名古屋のテレビ塔も階段あるんだって。エスカレーター使おう。
エレベーターか、エレベーター使おう。飛来神、飛来神だと思ってました。あ、そう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 、それそれ。かぼちゃありがとう。豊洲の夜景も綺麗。夜景っていうかなんか普通にもうすごかった。なんかビルがそう都会だった。なんかすごかった。もう、うん、あの昼間なんていうのそのさ明るい時間もまあまあびっくりして、うんうん、えみたいな、もう2人で大興奮してた。けど夜はライトアップされてるんで、うん、キラキラだったね。やばかった、うん、もうシティガールになりました今日普通に。私さシティガールって聞いてシティハンターを思い出しちゃって。シティハンター見たことある？ない。私もないんだけどさ、聞いたことない。宝塚でやってるからさ。あ、そうなんだ。もうそれがめっちゃもう思い浮かんだじゃって、シティビル、うん、シティガールシティガールって言ってる間に私はシティハンター見たいなって思ってた。話聞いてよ。聞いてよ。あと、ありがとう。未来とは登ったことないリーナ。スカイツリー建設、テレビのデジタル化。そうなんだ。やば、高校の数学の補習が東京タワー階段で登るだった。だってやばい。それは頑張るわ。それは頑張るわね、めちゃくちゃ。シティハンター、ケイトリーナコラボしたら可愛すぎる特別キャラ。アスファルト、ありがとう。あるよねその歌詞。わかるわかるわかる。テレテテ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 テ。そうアニメは見たことないの。マジで見たことないから本当にわかんないんだけど。スクショタイムは。だからあの宝塚の内容しか知らない。オタクやな。でしょ、大好きだもん。いいですね。てるてんてんてん。ゲットワイルド、わかるよ主題歌。それって小室さんなんだ。小室さんなの。なんだって。めっちゃ大好き。シティハンター、宝塚のシティハンターめっちゃ面白い、はい、ということでありがとうございました。あと1分で切れます。強制的に強制終了。あ、私もですね、あと1分です、はい、もう最後ちょっとあ、好きなものの話してたけど、はい、ゆっくりショールームしますね。はい、明日は明日はトゥースピットで発売記念イベントやってます。明日もです。やってます。私の体験握手動画を見て予習して、サイリウムもしっかり持ってお越しください。よろしくお願いします。 TikTok も見てね、はい、この子に合うんだっていう、はい、私たちのスケジュールもチェックよろしくお願いします。はい、レイに遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。やっぱりもういつねできるか分かんないの、次、はい、来てください、はい、待ってます。一番最後まとめ出しもできるんでね、はい、はい、お待ちしてます。